高町図書館は、兵庫県高郡高町にある公共図書館。高町が管理運営する図書館には、高町図書館、上図書室、八千代図書室の一貫二室がある。全館の蔵書数は158,752冊。2004年3月に、高郡中町図書館が、中町工事屋に開館するが、翌年の二千五年十一月一日に、高郡の中町、 上町、八千代町の三町が合併して、高町が誕生する。中町図書館は、高町図書館に名称を変更する。2007年2月14日には、高町図書館、上、八千代公民館図書室のシステム統合が完了。その後、2010年5月に、上図書室が、翌年の2011年5月には、八千代図書室が、各、 コミュニティプラザ内にリニューアルをオープンする。2013年7月から、西脇市図書館との相互返却サービスを開始。2016年1月19日からは、火西市立図書館、加藤市立図書館を加え、北張間広域定住自立県内での返却サービスを開始する。年表利用登録は、高町に在住の人、高町に通勤、通学の人、東張間、 北張間地域、丹波市に在住の人が対象で図書館カードの作成ができる。館内に設置している蔵書検索端末やインターネットで予約、取り寄せができ、副社は所蔵資料に限り1枚20円で副社できる。体が不自由や高齢により来館できない人を対象に自宅に本を配達する本の宅配サービスを行っている。高町在住在勤で 利用者カードを持っている人には、読書手帳を無料で提供。また、北張間三市一町の図書館で借りた本は、三市一町内の、どの図書館でも返却することができる。考え貸し出しイベント、高町図書館は、高郡高町中区工事屋434-11にある高町図書館の本館。合併前の名称は、中町図書館。周辺には工事愛なり神社。 大鳥泉寺、工事屋ダムやセントラルサーキットがある。国道427号中区坂本交差点から車で3分。1階建てで高町社会福祉協議会と併設されている。入り口を入って左側にカウンターがあり、利用登録や図書の貸し出し、返却などができる。同フロアには、蔵書、閲覧席、学習室、トイレが整備されている。 また、建物前には、無料駐車も整備されている。上図書室は、高郡高町上区豊か部250の、上コミュニティプラザ内1階にある高町図書館の、分室。合併前の名称は、上町住民センター図書室。周辺には、上体育館、高町立上中学校、高町立スポーツ施設温水プール、など公的機関があり。 国道427号が近く、杉原川沿いにある。八千代図書室は、兵庫県高郡高町八千代区中野間650の一の八千代コミュニティプラザ内1階にある、高町図書館の分室。合併前の名称は、八千代町中央公民館図書室。周辺には、高町立八千代中学校、高町消防署八千代駐在所など公的機関があり、 県道143号が近く、野間川沿いにある。コミュニティプラザの玄関脇には、敬老の非定症の地と刻まれた石碑が立っている。ありがとうございます。